肖像像の前でひざまずき両手をついて頭を下げる男性の像韓国北東部関温道ピョンチャンにある韓国自生植物園が園内に設置したものです植物園が韓国メディア向けに作成した広報文によりますと永遠の食材と名付けられたこの像の別名は謝罪する安倍像で安倍総理がモデルとなっています 植物園は来月11日に除幕式を開く予定でしたが韓国メディアの報道を受けて保守系の団体から批判が相次いだため中止となりました。